伝わり。うちの父親は3年前に肺がんで亡くなったんだが、生前は骨董集めを趣味としていた。といってもうちにそんなに金があるはずもなく、骨董市などで買った安い小物ばかりで、根の張る皿物や掛け軸なんかはなかった。父がもう行けないという時、病院のベッドで長男だった俺に、骨董は仏間の押し入れにまとめてあるから、なじみの骨董屋に下げ渡してやってくれ。まあいくらにもならんだろうが、それから風呂敷に一つ小物の骨董をまとめてあるから、これは俺の書なのかあたりにでも坊さんに渡してお焚き上げしてもらってくれ。と奇妙なことを言った。俺が、どうしてだい？それはお金にならないかもしれないけれど、ただ捨てるだけでいいじゃないか。とうとうと父は、いや、風呂敷の中のものは良くない骨董なんだ。長年かかって触りを抑える方法を覚えたんだけど、お前らには無理だろうから。必ずそうしてくれよ。と、やみついても冗談ばっかりだったのに、いつになく真剣な顔でそう言った。父の葬式が済んでやっと落ち着いた頃に、骨董屋を呼んで処分を任したが、確かにいくらにもならなかった。押し入れには父の言っていた通り、風呂敷包みがあり、中にはタバコの根付きやら、べっ甲の櫛やら、時代がかった小物がいくつか入っていた。念のために、と思って骨董屋にそれも見せると、骨董屋は少し首をかしげ、はあ、個人もかなりこの趣味が講じとったようですわな。よくわかってらっしゃった。これはうちでも扱いまへんから、言われた通りにお寺さんに任せるのがよろしいでしょう。と言った。俺は初七日の折に坊さんに事情を話してお寺に持って行ってもらったが、一つ赤いサンゴ玉らしいタバコの根付けを風呂敷から抜いてポケットに入れてしまった。その時にどうしてそんな気持ちになったのかは今でもわからない。後で宝石店にでも持って行こうと思ったのか。そのサンゴ玉は仏間の金庫に入れておいた。次の日からが大変だった。長く響きをもらっていた会社に出勤したものの、机の上は仕事の山。そして午後、会社に小学校から電話が入り、6年生の長男が校庭のブランコから落ちて下顎を骨折したという連絡があった。すぐさま病院に駆けつけたが、医者に命に別状はないものの大きな手術が必要だと言われた。やっとのことで家に戻ったその日、寝室にいると下の3年生の娘が下層階で飛び込んできた。仏間に女の人がいるという。トイレに行こうとして2階から降りてきた時に物音がしたので仏間を覗くと、着物姿の昔の女の人がぼーっと白く光りながら立っていた。というのだ。一緒に仏間を見に行こうとしたが、娘は怖がって妻にしがみついて離れない。そこで一人で見に行くことにした。と言っても、二間ほど離れた家の中なのだが、仏間に入るとすぐに、ものすごく生臭い匂いを感じた。蛍光灯をつけると、無論誰もいなかったが、畳の上になぜか金庫に入れたはずの赤いサンゴ玉が落ちていた。それはまるで血の雫のようにも見えた。拾い上げて金庫にしまおうとしたが、手のひらの中でその玉がキュキュッと動いたように感じた。その朝方、娘が40度の熱を出して叫び出し、痙攣を起こして救急車を呼ぶ騒ぎになった。父の死に続いて子供2人が入院する羽目になり、妻もかなり参ってしまったようだった。長男と同じ病院に娘を移してもらい、内科と整形外科での治療となったが、介護のために妻はパートを辞めざるを得なかった。その後は悪いことばかりが続いた。欠勤が続いて俺は会社に迷惑をかけ、たまに出勤した日には大きなミスをした。そして娘は父の四十九日の日に死んだ。原因不明の熱病だった。
娘が死んだ夜、一人で自宅に戻り玄関の鍵を開けると、真っ暗な中に和服の女が上がり口に立っていた。昔の遊女のような姿だった。女は顔を上げてこちらを見つめ、あなたのお父様に抑えられておりましたが、これでどうやら望みを果たせました、というようなことを言った。耳で聞いたのではなく、頭の中に響いてきた。そして手から何かを落として消えた。俺は呆然としていたが、明かりをつけてみると、それは金庫の中にあるはずのサンゴの玉で、鮮やかな赤い色だったものが、色が濃くなって、ほとんど、どす黒いと言える色に変わっていた。さわり。バランスボール。一時期ダイエットとかで効果があるとかで、バランスボールエクササイズってのが流行っていたが、あれにまつわる個人的にシャレにならなかった話。あれって使う前に膨らませるのにもそれなりに体力使うな。専用のポンプとか使えばいいんだろうが、自分は息で膨らまそうとしても自分の貧弱な肺活量で全然膨らまない。そこでジムに通っていて、それなりに肺活量もある姉に頼んで膨らましてもらった。しばらくはそれ使ってエクササイズもどきを自分なりにやっていたんだが、もともと別に太っているわけでもなく、普段の運動不足の解消にでもなればと始めたことだったから、案の定一週間ほどで飽きて部屋のオブジェと化していた。放置し始めてからしばらくしたとき、あることに気づいた。朝目が覚めてバランスボールがある場所が寝る前にあった場所と違う場所にあることに。その時は自分の部屋には鍵がかからないから、寝てる間に姉が自分の部屋に持って行って使ったりしてるんだろうくらいにしか考えていなかった。ある時、内容までは覚えていないが、とにかく恐ろしい夢を見て真夜中に目が覚めた。春先だったのに寝汗がひどいことになっていて、不快感を覚えながらもベッドに横になった姿勢のまま部屋を見渡すと、バランスボールが勝手に跳ねている。ポーンポーンって。それを見て一気に毛穴が開いて、ものすごい予感が襲ってきた。布団かぶってすぐにでも見ないようにしたいのに、なぜか目がそらせない。そのうちバランスボールの動きがだんだん激しくなっていき、バランスボールから腕や足の形をしたものがバランスボールから飛び出しては引っ込み、飛び出しては引っ込みを繰り返すようにうごめいていた。中に何人かの人間がいて暴れているような感じだった。サイズ的に中に何人も入れるはずもないのに。そうこうしているうちにバランスボールは暴れ回りながらだんだんと私の方に寄ってきた。一方、私は金縛りで体の自由が効かない状態。目も閉じれなくなっていた。その状態でバランスボールは手足出したり引っ込めたりしながらじわじわと近寄ってくる。で、目の前まで来たところでバランスボールはピタリと止まった。次の瞬間、バランスボールから一斉にいくつもの顔の形をしたものがブワッと浮き上がった。それを見た瞬間、自分の理性が限界を迎えたんだろうな。気絶をしたようで、気づいたら朝だった。目が覚めたらバランスボールは自分の目の前にあり、あれは夢じゃなかったんだと確信した。その後、こんな気持ちの悪いものはもう部屋に置いておけない、と思い、家の外で空気を抜いて不燃物としてゴミに出した。その後、特に自分自身にも家族にも何も起きてはいないが。姉さん、あなたは一体何を吹き込んだんですか？バランスボール。
笑う家。三ヶ月前の成人式の時、自分は遺影を持っていたんだ。中学の時、心臓発作で死んだ近所の連れの。そいつと俺とは親友同士で毎日のように遊んでいた。そんな連れと、こんな形で成人式に出席するとは思ってもみなかった。市長の挨拶なども終わり、式の終わりくらいに元クラスメートほぼ全員で集合写真を撮ったんだけど、後日その写真を現像してみたら、俺の手の中の連れの遺影が笑ってるんだ。無表情で写っていたはずの遺影が。怖いという感情はあまりなく、あ、久しぶりにみんなに会えて嬉しかったんだな、と思ったよ。でも違ったんだ。その集合写真で俺と連れの横に写っていた子がしばらくしてから死んだんだ。その子は当時連れが好きだった子だった。もうすぐその子に会えるから嬉しかったんだろうな。笑う家。はい、どうも。道具にまつわる怖い話その9をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。怪談探偵 VTuber の影の像と申します。何かで見たんですけど、なんか白い布に包まれてお母さんのお腹の中に戻ったような気になる、なんかそういうヨガじゃないですけど、そういうのがあるらしくて、結構まあそれが人気って話も聞いたんですよ。で、実際になんかそのもう嫌なこと全部忘れてお母さんのお腹の中戻りたいわとかいうのをギャグでツイッターとかでも見かけるんですけど、真剣に考えてみたんですよ、それを。嫌やなと思って。僕そもそも閉所恐怖症なんですよ。ずっとお腹の中でこう、しかも身動きほぼ取れないじゃないですか、多分あれ。嫌やなと思って。で、戻ったとしても多分ずっと多分暑いし、夏ももだってお母さんのお腹の中でしょ、多分めっちゃ暑いと思うし、クーラーとかもないし、あとネットもテレビも何も見れないんでしょ。なんか時々聞こえてくるなと思ったら、なんかお母さんがなんかねんねんコローリーよとか言ってくるだけでしょ。それ10ヶ月間ずっとってしんどいなと思って、そう考えると赤ちゃんって偉いなと思いましたね。うん、僕にはもう赤ちゃんには戻れないですね。もう戻れないとこまで来てしまいましたね。何の話してるか分かんないですけども、とりあえずお腹の中は熱そうだなっていう話でした。この動画楽しいと思っていただいた方は、チャンネル登録、高評価のボタン、よろしくお願いいたします。それでは、道具にまつわる怖い話その10でお会いできましたら幸いです。怪談探偵 VTuber の影の像でした。ほなほな。Yeah.